未来のスターとなる原石を求めてソロボーカリストコンテストシングシングシングセカンドシーズン。今夜一人目の挑戦者はエントリーナンバー21366番、柳井由紀です。歌う曲は彩香さんの三日月です。自分は、歌をやるために仙台から来ました。本気で頑張りますのでお願いします。君がいない夜だってその枕もう泣かないよ、頑張っているからねって強くなるからねって、oh、 君も見ているだろうこの気合そうな三日月つながっているからねって愛してるからねって、oh、 以上です。今回オーディションに臨むにあたって、はい、なんか自分なりのビジョンとかそういうのってあるんですか？ビジョン、こうなりたいとか。ずっと自信がなくて、だからもう頑張ってこういうオーディションとかでのし上がって自分に自信つけて行きたいって感じですかね。なるほど。では、じゃあ、じゃあ、はい、失礼します。柳井さん。はい。残念でした。結果としては3対2で分かれてます。意見が、声とかも素晴らしいし、ただやっぱり自分に自信が持ちたいからオーディションを受けて、それでその先に何かやりたいんだでは多分ダメだと思うんですよね。多分歌に出てくると思うんですよ、そういうことが絶対に。ありがとうございます。確かに自分の中で明確なビジョンがなかったなって思って、また次回チャレンジしたいです。続いての挑戦者は黒島香菜子18歳、今日は沖縄県からはるばる飛んできました。お母さんとか期待してくれてるのに応えるために今日は頑張ります。よろしくお願いします。理想現実ワンクリック、光の速度に変わっても地球のラより遠い距離、アダンとイブにはなれない。溢れる想い、愛は君を照らす光になれる、切ないほどに例え描く未来、そこに私がいないとしても、今はそっと抱きしめてあげる。運命だって引き寄せて輝き続けたいよ、奇跡だって起こせるって信じた。ありがとうございました。沖縄では何か音楽活動されてるんですか？今音楽の道を目指して、今後ライブ活動とかしていきたいので、そのライブ活動のお金とかを貯めています。レッスンとかも特に受けずに？受けてないです。なるほど、はい、はい、では、はい、ジャッジ。沖縄からの挑戦、結果は黒島さん残念でした。僕ちょっと迷ったんですけどね、実は。で、出だしすごい、歌い出しすごくいい声だなと思ったんですけど、途中からちょっと崩れていかれたことがあって、三角ぐらいの感じなんですよね。なんで
諦めずにどんどんサイトライとかしていただければいいなと思いました、はいはい、ありがとうございます。私もそうなんですね、歌い始めた時にあの素敵な声をされているのでいいなと思ったんですよ。それが踊りながら歌い始めた時から、うん、なんかこう違うなってちょっと思ったんですね。そこがちょっと心を揺さぶる歌声を求めてるシングシングシングではないかな。あ、でも黒島さんのその声とそのルックス、いつか必ず出てきてくれるんじゃないかなって思います。ありがとうございます。